では、今日はね、レゴスターウォーズフォースの覚醒をまとめました。そして、この動画での登録者が多かったり、高評価がある程度いただけるようでしたら、続編を作らせていただきます。続編っていうのは、エピソード8、9、エピソード1、2、3、エピソード4、5、6ですね。はい。本当にチャンネル登録お願いします。結果が全てなので、需要があれば、全てのスターウォーズ製品をね、ある程度まとめさせていただきたいなと思っております。では、フォースの覚醒参ります。2015年に発売されて、ざっくりこういう感じですね。はい、まず一つずつ見ていきましょう。はい、まず、ファーストオーダーのトランスポーターですね。で、フォースの覚醒の本当に最初の冒頭ら辺で出てきましたよね。艦隊クラスで出てきましたね。で、価格なんですけど、アマゾン最安値がな、ざっくり1万円前後っていう感じでしょうか。だから1万円前後で買えるっていう商品なので、結構いい商品ではありますよね。そしてキャプテンファズマが付属します。そして次行きましょう。X-Wing。これ、X-Wing 自体やっぱり人気の機体なので、発売された当初からすごい好まれた商品ではあったのかなと思いますね。そして、フォースの覚醒冒頭でルークの地図のありかをね、フォーに渡してたおじさんですね。はい、そして見せ場もなく、ファーストオーダーに破壊された X-Wing ですね。で、価格どうなってるかっていうと、結構安いですね。Amazon 最安値6000円ぐらいで売られてる時期がね、過去に何度かあったっていう商品ですね。非常にコスパがいい X-Wing ですね。はい、続いて、カイロレンのコマンドシャトル。こちらの商品に関しては、ウィングがやっぱ動かないんですよね。Amazon のレビュー見てるとね、結構やっぱこのウィングが動かないっていうね、酷評がね、結構ひどかったですね。そして、リメイクされて、2019年にはウィングが開くようになって、カラーリングも黒にね、アップグレードしてリメイクされたっていう商品ですね。当時としてはどうなんだろう、ちょっと微妙な商品だったのかもしれません。ただこれを購入しないとね、カイロレンをね、当時は購入できなかったっていうことなので、必然的に売れるわけですよね。そして1005ピースで気になるお値段なんですけど、1万円下回ってますね。Amazon 最安値時で、8000円ぐらいでしょうか。かなり安いですね。で、発売価格も、1万5000円切ってる。1万2000円ぐらいでしょうか。結構安いですね。今からすると破格値っていう感じですね。はい。次、ファーストオーダーの、タイファイター。これね、おそらく半ソロで発売されたタイファイター。2年ぶりぐらいのタイファイターっていうことですね。だから結構衝撃的な商品だったと思いますね。一応こちらファーストオーダーのタイファイターで、タイファイターとしては珍しくコックピット2人乗りで、僕が知る限り2人乗りっていうのはこれしか知らないですね。で、ファンからしても2人乗れるタイファイターっていうのは夢のような商品ですよね。今でもこれしか多分ないと思います。で、原作だとポーとフィンが乗ってたんですけど、今回付属にしているミニグっていうのが、普通にファーストオーダーのパイロットだけで有名なキャラはいないっていう感じですね。2人乗りだけどもミニフィグのラインナップは微妙。ただやっぱ2人乗りっていうのはすごい嬉しいので、結構いい商品でしたね。で、価格なんですけど、Amazon 最安値時、5000円ちょいぐらいで販売されてましたね。めちゃくちゃ安いですね。はい。そして次こちら、ジャグーの戦い。アンカープラットがね、付属するっていうのが特徴的なんですけど、正直このアンカープラットさん、人気がないですし、ぶっちゃけどうでもいいっていうキャラなので、本当にガチのファン、コンプしたいっていう方が買う商品ではないんでしょうか。で、価格もね、4000円ぐらいでしょうか。Amazon 最安値時4000円。で、レイもね、過去にミニフィグ化されてるっていうことなので、どうかな。大衆受けはしない商品って感じですね。はい。そして、レイのスピーダー。スピーダー系ってそんなに実は人気がないんですけど、フォースの覚醒のスピーダーに関しては、非常に魅力的ですよね。はい。顔にターバンもしてますし、このアンカーの手下は、ちょっとどうなんだろう。なんとも言えませんけど、で、コスパが非常に良くて、2000円切ってるっていう商品ですね。はい。2000円は切ってないか。けど2000円ぐらいで売られてた時期があって、相場どれぐらいなんだろう。2500円から3000円ぐらいで売られてた時期が
まあ、長くあったっていう感じですね。まあ、今から思うと、まあ、僕もこれ欲しいですね。はい、当時に戻れるんだったら、まあ、購入してます。非常にかっこいいスピーダーですね。はい、クワッドジャンパー。まあ、映画だと見せ場ね、まあ、ないですよね。なんでこんな商品を商品化したのか、ちょっと疑問に思いますね。ただね、デザインは根本的にかっこよくて、何人乗りだったかな、結構ミニフィグ乗せて遊べるんですよね。だからね、遊び用途は非常に高い商品っていう感じにはなってるので、もう子供には特におすすめですね。あの、非常に機体自体は素晴らしいので、まあ、このデザインと内装、他の商品にもちょっとね、採用してほしいと思いますね。価格ね、非常に安いですね。まあ、Amazon さんで5000円前後で販売されていて、一番安い時期。これ、いくらぐらいだろう ?3500 円とか。まあ、結構安いですね。コスパも非常にいい。で、フィントで、まあ、付属するっていうことなので、あんまりヘビーにレゴを買わない方からすると、ミニフィグのラインナップも、まあ、良かったってことになりますね。はい。で、みんな大好き、ミレニアム・ファルコン。まあ、これ、王道ですよね。まあ、スター・ウォーズの機体で、まあ、一番、もしくは2番目に有名な機体。何年ぶりの リメイクだったんだろう。ただです、あの、ミレニアム・ファルコンってもう、昔のミレニアム・ファルコンからそんなに大きく進化してないんですよね。まあ、初代ミレニアム・ファルコンはあまりにもデザイン古すぎるんですけど、もう2代目以降から大幅に改良されていて、まあ、3代目、4代目以降からのデザインというのはほとんどもうこれに近いような感じなんですよね。まあ、ただ正当な、アップグレード製品ということもあって、あとミニフィグね、これ一つ買えば、ハンソルと、レイとフィンが付属しますよね。しかもこの当時っていうのは、このファルコンを買わないと、はい、ハンソル付属しなかったっていうことなので、まあ、売れたでしょうね。まあ、僕ももしこの時代に戻れるんだったら、このファルコン買ってますね。非常に魅力的な商品ですね。で、価格なんですけど、スカイウォーカーの夜明けのファルコンがだいたい1万、そうですね、8000前後でしょうか。で、こちらのファルコン、どうかな?安いのかな ?1 万5000円を下回ってる時期が結構長いですね。で、まあ、一番安い時だともう1万円切ってる。まあ、Amazon のソフト箱損傷品とか、まあ、そういった類でしょうか。はい。ただ、スカイウォーカーの夜明けのファルコンもタイムセールとかで1万、もだったかな ?4000 円ぐらいで売られてた時期もあったので、今とそんなにファルコンの単価は変わらないのかな。はい。次、ラスターの脱出。まあ、映画見てる方ならわかると思うんですけど、これ特に名シーンではないんですよね。まあ、そのくせ836ピースも使われていて、結構てこ入れされてる商品ですね。なんでこんな商品を商品化したんだろう。多分あんまり売れなかったっていう商品ですよね。で、価格どうだろう。まあ、ピース単価はやっぱり安いですね。まあ、人気がなかったから価格がすぐに下落したっていう感じでしょうか。はい。ラスターの脱出ですね。で、マッツ城の戦い。これ一応2016年に発売してますね。で、この商品を買うメリットとしては、はい、このおばさん、これが付属しますね。マーから始まる名前なんですけど、ちょっと今パッと思いつかないです。あと、フィンとカイロレーンも付属しますよね。まあ、だからこれ一つ買うと、はい、カイロレーンのマスクと、フィンとこの、スカイウォーカーの予約にも出てたこのおばさんが付属するっていうことなので、まあ、非常にファンからすると魅力的ですよね。で、価格も、まあ、どれぐらい、まあ、6800円ぐらいでしょうか。で、一番安い時だと、うわ、これいくらだろう。3500円とか3000円。安いな。3000円で購入できた方は、まあ、ラッキーですよね。はい。で、発売。映画公開当時に発売された X-Wing。まあ、これ売れたでしょう。デザインも黒ですからね。まあ、従来の X-Wing デザインすべて白だったのに、いきなり黒とオレンジで超ド派手なかっこいい X-Wing ですよね。まあ、売れるでしょう、これは。売れたでしょう。価格もね、もう下、1万円下回った金額で長く発売されてましたね。まあ、スカイウォーカーじゃなくて、フォースの学生自体が爆発的なヒットをしたので、まあ、在庫もね、結構抱えてたっていうこともあったんでしょうか。すっごい安い時期。安く長く売られてるっていう商品でしたね。はい、次、トランスポーター。この商品2016年なんですけど、この商品はすごい
衝撃的な商品だったと思いますね。あのこの商品を買わないとレイヤと悪魔提督付属しないんですけど、これ一つ買うとね、このレイヤと悪魔提督両方付属するっていうね、まあ有名のようなセットですね。はい、功労者の悪魔提督、まあ、スターウォーズ切っての、まあ、功労者なんですけど、あの最後の時代だと、いつ死んだの、いつ消えたのっていう感じでしたよね。まあ、一応ね、功労者なんで丁寧に扱ってほしいっていうところがありましたよね。はい、そしてレイヤー、価格がまあ5000円前後でしょうか。まあこれ魅力的ですね。はい、まあ欲しいかなと思うんですけど、今だとちょっと若干ちょっとプレネになってますね。最後ですね、スターキラー基地での決戦、2019年、もうフォースの覚醒が放送されてから、公開されてから4年経ってるっていう商品なので、まあどうだろう、レイなんてもう過去に何回ミニフィギュアされたかわからない商品だし、はい、このカイロレンに至ってはマスクがないんですよね。まあだからぶっちゃけそんなに売れなかったっていう商品ですね。ただヘビーにレゴを買わない人からすると、まあ、めちゃくちゃコスパがいい商品だったので、まあ、好まれる傾向にはあった商品ですよね。価格見てもね、ほらもう2000円下回って2000円切って発売されてる時期があって、まあ、1500円ぐらいなのかなこれ、まあ、1500円で販売されてる時期もありました。まあ、コスパ自体はいいですよね。まあ、僕レイエピソード7のレイは持ってないので、そうですね、もしこの1500円とかで購入できるんだったら欲しいですね、エピソード7で。そしてまとめると、はい、映画が公開された当時っていうのは、はい、こういう感じで発売されてましたね。やっぱり特にこのミレニアムファルコン X-Wing のタイファイター、まあこれは王道というか、もうスターウォーズで一番人気の機体なんで売れたでしょうね。はい、そしてスピーダーとコマンドシャトルとトランスポーター。まあ、トランスポーター系は基本的には人気で、まあ、このカイロレンのシャトルはちょっと、これは結構微妙でしたよね。やっぱウィングが動かないっていうのがありました。まあ、当時としては、だからこの X-Wing、タイファイター、ミレニアム・ファルコン、まあ衝撃的だったでしょうね。そして2016年にもまあ X-Wing が発売するわけですよね。まあ、当時のファンの方からするともうありえないって感じですよね。まあ、有名のような年って感じですね。そしてはい、このおばさんのミニフィグも商品化されて、レイヤーとアクバー提督もまあ商品化されたっていうことですよね。次2017年、まあ、2017年になってくると、まあさすがにこう余りもんじゃないんですけど、まあどうでもいいシーンしか残ってないから仕方なく商品化したっていうのがまあ伺えますね。はい、あんまりそんなに魅力があるっていう感じではないですね。で2019年、まあ、なんだろう、とりあえず、まあ、安い金額で配ってあげるよ的みたいな金額 で作った商品でしょうか。はい、まとめると、まあ、こんな感じですね。もちろん今回動画にさせていただいた商品以外でも見落としているものが多分あるかと思います。完全にしっかりチェックはしませんけど、まあ、ある程度まとめた感じだとこうでしたね。はい、フォースの覚醒、まあ、懐かしい商品でした。いかがだったでしょうか。皆さんの意見や感想も教えてくださいね。はい、ご視聴いただきありがとうございます。バイバーイ。